はいどうも、俺のアキバチャンネルのまさにきです。今日はね、もうやっと晴れましたよ。見てくださいよ、この青い空に白い雲。もう僕らの住んでるね、北陸地方ではもう雨がほんと多いんで、なかなか外に出られないんですね。もう今日はね、予報を見てもう飛び出してきました。もう今日はここでたっぷりと遊んでいきたいと思います。まあ何をするかって言いますと、今日はね、ブルーシートもうちょっと使って、まあ、日よけを作って、で下でちょっとご飯を食べて帰りたいと思います。それでは俺のマツオカチャンネルスタート。今日使うのはこれですね。はい、それでは、まあ、今日使うシートなんですけど、はい、では今日はこちらを使っていきたいと思います。まあ、ブルーシートって言ってましたけど、シルバーシートですね。で、大きさが 1.8×2.7m、 大体大きさの目安としては約3畳となってます。今日はこれを使って日よけを作っていきたいと思います。できました。まあ本当に簡単ですけれども、お昼ちょっと遊ぶぐらい、まあ子供たちと来てちょっと日陰を作るぐらいはこれで十分ですね。まあもしくはもうちょっと大きいのを使って、もっと日差しを大きくするか、あと2本ポールを使ってもう立ち上げちゃうかって感じですね。それではちょっと全体を見てみましょう。ご覧ください、匠の手により立派な住居が完成しました。立派なテーブル、しっかりとしたチェア、そしてあちらが玄関になります。広さはだいたい
3畳ほどですかね。これで快適なプライベート空間、そしてキャンプ生活を送ることができそうです。ありがとう、匠。最終的にはこうなりました。縦ですね。まあ匠の気まぐれと思ってください。はい、それではですね、今日の昼ご飯を作っていきたいと思います。今日作るのはなんとお母さんの味、おかゆです。まあね、本当は肉とか焼きたいんですけどね、胃腸の調子が悪いんですよ。冷房のせいですかね。もうだいたい夏になるとね、胃腸が調子悪くなるんですね。なので今日はもうアウトドアらしからぬものになりますけれども、おかゆを作ります。まあただ水を多くして作っているだけなんで、あっという間に作りたいと思います。それでは出来上がりまでワープ。はい、それでは、出来上がりになったようなので、ちょっと中を見ていきたいと思います。まあさっきね、ちょっと一回開けてちょっととろろ昆布を入れて、でちょっと、蒸してたんですけれども、こんな感じです。じゃん、とろろ昆布入りのおかゆの出来上がりですね。よいしょ、どんな感じかなあ。いいですね、ちょっと柔らかい感じで、焦げ付きもないし大成功ですね。一口食べたいと思います。いただきます。うん、うまいっすね。まあ外で食べれば何でもうまいんですけど、さらにうまいです。まあ今日はもうあとはこれを食べながらゆっくり過ごしたいと思います。それでは俺のアウトドアチャンネル、ここまで。